はいどうもこんにちは、えずいこです。それでは今回なんですけども、楽天銀行、楽天カードの SPU の条件が変更へということで、今回は楽天の SPU についてですね、この動画ではまた目はあの楽天経済圏の一部のサービスについて改定がありましたので、そちらについてお伝えします。普段からですね、楽天経済圏利用されている方は大事な情報ですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは とい,いうことでね、今回お題の通り楽天市場のスーパーポイントアッププログラム SPU がまたもや改定するということで、まあ、何が改定するのかこちらを見ていただきたいんですが、それがこちらでございます。重要なお知らせ。7月の1日金曜日に楽天銀行プラス楽天稼働の SPU 条件が変更となりますということで、何が変わるのかということなんですけども、まず変更前として楽天銀行の口座で楽天カード利用代金の引き落としをすると、楽天市 市場でのの楽天カードのお支払い分がポイントプラス1倍まあ、これはですね、結構このサービスを使われている方多いと思います。まあ、僕もその一人ではあるんですけども、それがどうなるかと言いますと、この変更後のところ、楽天銀行の口座で、楽天カードの利用代金の引き落としをすると、楽天市場での楽天カードの支払い分が、ポイントプラス0.5倍ということになります。そうなんですよもともと1倍だったのが、これが0.5倍に変わるという いうことでその分、ですねこの0.5倍を補う分として、まあ、新たなサービスというか条件が追加されてさらに楽天銀行で給与、賞与、年金を受け取ると楽天市場での楽天カード支払い分がポイントプラス0.5倍ということでございます。 なので、まあ、これを見た感じ、普段からもう楽天銀行で会社のお給料であったりとか、ボーナスであったりとか、あと年金を受け取られてる方は特に打撃はないのかなと思うんですけども、そうじゃない方からすれば、この0.5倍っていうのはかなり痛いんじゃないかなと思うんですよね。なので、この2つを組み合わせることによって合計最大1倍になるので、まあ、今回のこの発表が、秘宝と捉えるのか、まあ、朗報という方はちょっとわかんないんですけども、意見それぞれあると思うんですが、またちょっと 細かい条件が追加されてちょっとと厄介にはなるところでもありますよねそして、もしですね、給与受取などされる方は、ここ大事かなと思うんですけども、給与振込の伝文っていうんですかね、で振込されているものを給与受取として判定しますということでございます。 なので、まあ、明細とかにこれがちゃんと出てるかどうかによって判断されるので、普段ご自身が給与を受け取りした際に、まあ、どんな風に記載されているのか、そこは結構重要となってきそうですよね。で、銀行間での取り決めによる資金振込時の入金方法、通常の振込と給与振込等が、給与振込ではないものは、 給与・少予の受け取りと認識ができかねますということですので、必ず給与振込みとして、まあ、記載されていることが条件のような感じの書き方ですよね。まあ、実際にちょっとこのサービスが始まってみないと、まあ、どの段階でその SPU プラス0.5倍の、まあ、その判定的なものになるのかっていうのはちょっと、ちょっと分かりにくいとこではあるんですが、まあ、確実にこれは給与振込みだぞというのが分からないと、この0.5倍を受け取ることができないということですので、 ま、これを見たら、ちょっとね、厳しそうな感じも少なからずありそうだなっていうふうに思っちゃいます。 ちなみにですね、今現在僕の SPU はですね、常時今5.5倍なんですよね。ま、本当にここ最近楽天の SPU のね、改定がすごくなってきてるので、僕の場合はこの楽天会員、楽天モバイルと楽天カード、そして楽天カード特典分、で、楽天銀行プラス楽天カード、楽天証券投資信託。以前はね、確かプラス1倍だったんですけども、楽天証券の米国株式が出てるので、これが今0.5倍で確かこれで5.5倍になってるんですけども、今回はこの部分ですよね。楽天銀行と楽天カードのと ころということで、まあ、場合によってはまた0.5倍下がって僕の場合 SPU が5倍の状態になりそうな感じはありそうです。で今の SPU の変更も含めてなんですけども現時点で発表されている今後のま楽天経済圏の改定についてなんですけども。 直近で言うと、こちらですね、2022年の6月下旬に投信積み立てで楽天キャッシュの決済が開始するということでございます。まあ、これはね、何度か動画で、ま、アップさせていただいたんですけども、もともとね、楽天カードのクレジット決済で1%のポイント還元、まあ、月に5枚まで決済して、500ポイントの楽天ポイントをゲットできるんですが、まあ、それがね、まあ、細かく分かれるということではあるんですが、ポイント還元が3パターンに変わりますということで、2022年の8月の買い付け分から楽天キャッシュ のの決済で0.5%ポイント還元これは、対象メガに関わらら楽天カーードかののチャージそうするるるここことととでで0.5%恩恵を受けることができるとこれは8月の買い付け分からですね。そして、さらに、2022年の9月の買い付け分からは、楽天カードのクレジット決済で、0.2%のポイント還元に変わるということですので、まあ、普段から、この楽天カードを使っての積み立てをされている方からすれば、このルール変更は必ずね、覚えておいた方がいい情報かなと思いますので、 一応概要欄のリンククからチェックしてておいいくださいそして、続きまして、こちらもね、以前動画で紹介させていただいたんですけども、7月の1日から楽天カード、英 a y キャッシュのポイントの対象外ということで、まあ、こちらについてもね、まあ、詳細はもう話さないんですけども、楽天カードを使っての利用の獲得ポイントの関係率が異なるご利用先ということで、まあ、このページにはね、楽天カードを使って公共料金を支払うと、500円につき1ポイントですよとか、ま、あいろんな情報が出てるページではあるんですが、ここにも出てるように、英 a ペやキャッシュへのチャージ利用が 7月の1日よりカード利用獲得ポイントの還元対象外ですということですので楽天カードを使って au ペンにチャージをしてもポイントの付与の対象外楽天カードを使ってキャッシュにチャージをしても,もうポイントの対象外ということですのでまあかなりね楽天カードを使う幅がちょっと狭まってきているというのがもうこの段階でわかると思いますで今お伝えした7月の1日からは楽天銀行で楽天カードの引き落としの1倍がこれが0.5倍に変わるということとそれに合わせて楽天銀行で給与所要年金を受け取ること によって0.5%まあ0.5倍ですね訂正しましたこれが新たにまあ追加がされるということですのでまあ、先ほどもお伝えしたようにその明細とかにねちゃんとこれは給与振り込みという風に記載がされるというのが条件ぽいのでまあ今後どんな風な振り込みでしっかりとこれが反映されるかどうかというのがちょっとね気になるところではありますよねそして9月の買い付け分から楽天証券楽天カード決済が0.2%還元になりますということでもうこの時点でもねこれだけの情報がもう今出てはいるので、まあ、今年に入って から本当にね、SPU の改定もそうですし楽天のマネーブリッジもそうですし、まあ、改定がかなり多いとこではあるので、まあ、これまでのルールが良すぎたっていうのは正直あると思うんですけども、まあ、今後もねどんな風にまたルールが変わっていくのかっていうのは、かなり注目をしておかないと普段から楽天経済券を使っている方からすれば大事な情報かと思いますので何かしらの情報があればですねまた僕の方で動画としてお伝えできればなと思います。ぜ、ま、ひ、あ、ですね、今回の SPU の変更で何か思ったことの感想ですとか、これはこうじゃ ないんかなと思いますとか何か思うことがあればぜひコメント欄も書いていただければと思いますで参照させていただいたリンクも概要欄貼っておきますのでまたこちらの詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました